はい、以前アイスリングの28度の紹介をしました。今回は18度のアイスリングの紹介をしようと思いましたが、使った感想は星ゼロです。いやー、やっちまいました。うん、マジで詐欺レベルの商品です。ボツにしようと思いましたが、皆さんにもね、気をつけてほしいってこともあって、うん、動画にします。28度はつけた時に冷たいというよりは涼しい感じでした。今回はもっと使用時間はね、うん、短いんだけどいい感じじゃないかと思ったんですけどね。で、送られてきた時は28度はすでに凝固されていました。うん、固まってたんですよね。18度のアイスリングは液体でやってきました。まあ、どちらもね、別メーカーです。別のお店で買いました。18度なので常温では凝固しないと思っていましたし、この時点ではまだ使用前なのでウキウキしてね、いろいろ素晴らしいことを語っていました。その時のね、言葉を鵜呑みにされると困るんでね、アフレコ音声を入れ直しています。もちろんちゃんとしたね、18度のアイスリングを売っているところね、お店もあるので、そこはね、理解してください。全部がダメだってわけではないのでね。で、知らずにウキウキ気分で湧き水のスポットにやってきました。28度のアイスリングと18度のね、アイスリングの固まるまでのね、時間を測る計画です。前回は山の水、渓流でね、28度のアイスリングが約5分程度で固まったので、今回はどうか。気温はね、36度ぐらいで、水温は12度ぐらいです。前回よりね、明らかに水はね、冷たく感じます。てか、痛いくらい冷たいです。これだったら28度はもちろん、18度もね、歌い文句通りだったらしばらく置いたら固まる予定なんですけど、18度に合わせて30分ぐらい放置してみました。30分後、28度は当たり前のように固まっています。18度の方は全くというか白っぽくすらなっていません。さらに30分後、トータルでね、1時間、そんくらい経っても12度の水で全く固まる様子がないので、ここでね、若干の疑惑が浮かびます。というわけで、帰り道にね、保冷剤をぎっしり詰めたクーラーに入れてみます。ついでにね、凍らせたペットボトルも入れています。この凍らせたペットボトルにね、巻きつけてみます。結果としては2時間経っても全く凍る気配すらありませんでした。こうなったらね、冷凍庫に入れてみましょう。15分経ちました。28度は当たり前のように凍っていますが、18度はまだまだのようです。まあ、疑惑があるので、冷凍庫で今度は3時間放置。3時間後、悪い予感が大当たり。全く固まりません。あれからね、冷凍庫で2日以上放置してます。それで、まあ固まった感じなんだけど、なんつうか、PCM っぽくないんだよね。そして、なんつうのかな、冷えすぎてます。で、濡れる。汗をかかないというよりは濡れますね。まあ、冷凍庫から出したばっかなんでね、温度差で濡れるかもしれないんですけども、ただの保冷剤みたいな感じですね。ではね、汗かいてるんで、ちょっと待ってね。つけてみます。開かないやな。なんかね、硬いで、こいつぶち切れそう。怖えわ。ちょっと開いたな。で、やっぱり濡れるね。やっぱこれ保冷剤じゃないかなって思っちゃうようなレベルです。で、溶けてきました。早いです。で、首につけてみます。痛いくらい冷たいです。これどうなんだろうな。28度とはちょっと違いすぎますね。ほんのりじゃないですね。ちょっと痛いかもな。しかも、汗かくのであれです。よいしょ。
なんか挟めた方がいいかもしれないですね。あ、これさ、痛いね。痛い。冷たい。確かに冷たい。でも痛い。冷えすぎです。まあね、汗かいてるよね。首につけて何分だ ?5 分経つか経たないかなんだけど、もうすでにね、結構溶けてます。溶け始めてますね。30分ぐらいで溶けちゃいそうな勢いです。で、持ってるこの指先もね、痛いんだよね。ちょっとこれはないですね。まあ手に持ってるだけでもだんだん溶けてくんだけど、なんつうか、まあ買わない方がいいと思います。はい、あれからね、首にかけると痛いんで、ちょっとね、冷たすぎて痛いんでね、手に持って歩いてたんだけど、5分少々、10分経ってないんだよね。あ、もうほとんど溶けてます。いや、こういうのね、俺たまたま、悪いやつ、変な心を落ちした、まあそんな感じだと思うんですけども、ちゃんとね、まともなお店もあるとは思うんで、まあね、大丈夫なところが多いとは思うんですけども、こういったね、すぐこうして喋ってる間にもうなくなってきたんだよね。今日の気温はね、30度あるかないかぐらいなんだけど、ひどいね。なんつうか、まだ冷たいんだけど、塊は15分ぐらいでなくなった感じだね。首に巻いてたらもうちょっと早くなくなるかもしれません。やっぱレビュー見るべきだったかなって今思います。レビューが1個もないサイトから買ったんですよ。で、レビューを見て、俺と同じように固まらないとか、あとは冷えすぎる、汗をかく、まあこういったものでね、低評価あるところは買わない方がいいかもしれないですね。ね。というわけで、こういった、ダメな商品もあるのでね、気をつけましょう。ちなみにね、購入履歴でね、買ったお店です。商品ページをね、ポチってみたら、お店飛んでました。いやいや、ダメっしょ。で、一応不良品じゃないかとメールはしましたんですけど、現在音沙汰なしです。もしね、商品にレビューがあるなら、まあ桜レビューってのもあるんだけど、判断材料になると思います。皆さんにはこんなことがないように祈りを込めて、ではまた。